東京五輪パラリンピック組織委員は16日、女性蔑視発言をめぐり辞任した森喜朗前会長の後任候補を選定する第1回候補者検討委員会が行われたと発表。8人の委員が議論し、後任会長に求める資質について5つの観点にまとめた。東京五輪開幕を5ヶ月後に控えた組織委では、森前会長が11日に辞意を固めた。元日本サッカー協会会長で選手村村長を務める川淵三郎氏が後継最有力とされたが、森前会長が禅譲する形で事実上決まるプロセスなどが疑問視され、12日に川淵氏本人が辞退を表明。透明性の確保のため、組織委名誉会長の御手洗富士男氏を委員長とする候補者検討委員会が設けられていた。検討員が新会長に求められる資質として取りまとめた5つの観点は以下の通り。1. オリンピック・パラリンピック、スポーツに対する深い造詣があること。2. ジェンダー・イコーリティ、ダイバーシティ、インクルージョンなどオリンピック憲章や東京大会の理念を実現し、それを将来にレガシーとしてつなげていくことができる人。3. 国際的な活動の経験があり、国際的な知名度や国際感覚があること。4. 東京大会のこれまでの経緯や準備状況について理解していること。5. 組織運営能力や多様な関係者の調和を図る調整力を備えていること。